こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン室無料相談。オーストラリアアマゾン室、自力で稼ぐスキルが身につきます。初心者にも優しい副業。輸出ビジネスは覚えるのは簡単。しかも長く稼げます。まずは無料相談にお申し込みください。8月31日まで無料相談受付中です。こちらにメールアドレスを記入して、無料相談に申し込む。こちらをクリックして申し込みください。なお、今この動画を YouTube で見ている方は、動画のこの欄にはメールアドレスを入力したり、ボタンを押せませんので、動画の説明欄にある URL をクリックして、こちらにお申し込みください。一足先にサポートを受けて、Amazon 室に取り組んでいる会員さんの実績です。あなたも同じように稼げます。これ、それぞれね、この動画の説明欄の記事の方から一人一人の解説動画見ることができます。まず一人目は飲食店。コロナで休業中にオーストラリアアマゾンに取り組んで、今や物販が本業になりました。売上月8万2000ドル。去年の売上は98万ドル。約1億円弱です。そして二人目。サラリーマンの副業で取り組んでます。サラリーマンの実業の副業と Amazon 輸出で年収1000万円を超えましたと報告をいただいてます。こちらも動画があります。そして3人目。楽天販売で大赤字でしたが、Amazon 輸出で稼げるようになりました。2人の乳幼児の子育てをしながら Amazon 輸出に取り組んでいる会員さんの事例です。そして事例4。休職中にオーストラリアアマゾン輸出に取り組んで、今や好きなことができるようになったという会員さんの報告です。そして次の事例。こちら中国在住の会員さん。もう12年もサポートさせていただいてます。月5万円の元手で始めてアマゾン輸出が本業になりました。こちらの動画は、私が解説してるだけでなく、このね、会員さんとのインタビュー形式で進めてますんでね、種銭がどう増えたかとか、非常に分かりやすく解説しています。そして実績6。5ヶ月間のサポート。オーストラリアアマゾン輸出を外貨を稼ぐ投資と割り切って取り組んでいる会員さんの事例です。この会員さんはね、自分のとこに商品来ていろいろ梱包したりね、家に荷物が届くのがね、奥さんの冷たい視線に耐えきれず嫌だということで、納品代行業者というとこを使って、自分のところには商品届かず、もう完全に、自動化というかオンラインというか、いう形でアマゾン輸出に取り組んでます。そして実績7、8ヶ月間のサポート。売上はまだちょっと少ないんですけど、もうブランド登録を終えてね、すべてカタログ等を作れるように準備完了して、取り組んでいる会員さんの事例です。世界的に見て、日本の物価は非常に安いです。物価の安い場所から物価の高い場所に物を動かすのが物販の原理原則です。日本に住んでるなら輸出ビジネスで稼がないのはもったいないです。まずはこちらにメールアドレスを入力して無料相談にお申し込みください。なお、動画の説明欄の URL をクリック、動画を見ている方は動画の説明欄の URL をクリックしてお申し込みください。お待ちしています。Amazon サポーター、堀秀夫でした。